ですね、30分間ピクサーのグッズ取り放題第2弾ということで、今回はですね、トイストーリーのハムのぬいぐるみ、そしてハムのお財布、あとはちょっとちっちゃい系のグッズたち、こちらがあるので頑張っていきたいと思います。それでは、ポーチケット5000円いっちゃいます。いきますね。すごい小銭、落とさないように頑張ろう。では行ってきます。たまたまチューブ。それでは30分スタート。500円投入します。500円。ハムちゃんかわいい、撮りたい。こういう大きいのね、すごい苦手なの。じゃあ一旦まず普通にやってみる。これが取れたらもう
キューの動きを本当にご覧ください。小学生以下のお子様限定で30名様までとご参加させていただきますので、イベントに参加される方がいらっしゃいます。やばい、あと15分やばい、あとで全然違うとこやっちゃった。いらっしゃらない方はお早めにメイクゲットの手紙の方よろしく。これで絶対ラスト、これで絶対30分に達した時点で配布終了とさせていただきます。いらっしゃいましたよ、お早めに当店入っていただいて、右側のカウンターまで足を運んでいただければと思います。本日もエクエットできます。いつも見てくださってる方がいたのでパスしてきました。もう何言ってるか分かんない。たまでは残り13分、ちょっと追い込まれています。ハムのお財布500円でちゃん、レッツゴーレッツゴー、頑張って、お財布頑張って。なんかこれ安定感がね、これでいく、あっ、カンパン巻いて強いので、楽園大会は1時何からなるべく奥の方狙う。手抜け受け取った方がいらっしゃいましたら、それなら1時何までにもいただきますよう、よろしくお願いいたします。ハムとこのお財布をソロにしたい。ハムパワー、ちょっとずれたね、ちょっとずれたね、交互に行った方がいいかな、徐々に手前に来る感じ。そうだね、今度は左側こう合わせて、あ、やばい、あ、やばい、やばい、やばい、ぶっ刺しちゃう、ぶっ刺しちゃう、おお、おお、まあ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 、まずでしょう。お願い、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 おお、じわじわ動いてくる。500円投入します。頑張って頑張って、あ、ほら全然です、スカスカしてます。お願い、落ち着いていこう、深呼吸した。なんかハムのお財布使ったらさ、めっちゃお金持ち、来るかな、あすんごい動いちゃった。どうだどうだ、お、あ、いいかもいいかも、おお、じわじわ来てるね、じわりじわり。やばい、残り7分だから、やばい、ラスト1回、ラスト1、500円、えい、頼む、ハムハムが大好きだ。いい感じじゃない？おおまいごー、おまいごと、一旦係員さん呼ぶとき止めます。たまたまチューブ、はい、ということでさっきの台は5回分残ってたんだけど、なんかお一人様一点限りのものでクレジット移動できるものだったので5回ここに追加していただきました。では残り6分24秒、やっていこう。スタート。ザッキーとウッディ、あとボーピープがいるかな。じゃあどうしよう。ザッキー狙いで。え、掴む。おお、早い早い、めっちゃ早い。おお。真ん中行け。めっちゃ早い。めっちゃ早い。ヒュイーンって動くね。おお。あ、ちょっと動いた。あ、いっちゃおう、いっちゃおう、500円入れます。えい、頑張れ、惜しい、えい、おー、なんかどうしたらいいんだろう。じゃなるべくちょっと奥側にして掴む、頑張って、
どんどん後ろに行くんですけど、えい、でも大丈夫、さっきのハムを取れた経験があるから。取れる取れる、心を折れなければ取れる。頑張れ、お願いお願いお願い。このペンギンの多い、すごい急に取れた、急に取れた、やったー、あと残り2分45秒、頑張ろう。1点1点ぐらい、いけるよ、いける、流れ来てるよ、たわちゃん、来てる来てる、よし500円入れちゃおう。ウッディ頑張って、流れ乗って、流れ乗ってこう。おお、転がった、なんか転がったね。あ、おお、おお、惜しい惜しい、惜しい、なんか川越しになっちゃった、これはあかん、これはあかん、全然ダメだ、ダメだ、ダメか、やばい、お金お金500円しかない、もう入れちゃう、入れてでもいけんの？いけないかも、いけた、えい、おわー、転がっちゃった、あと13秒、えい、お願い、あー、なっちゃった、なっちゃった、残り4回はゆりかちゃんにやってもらいたいと思います。モフモフ結構大きいね、ね、夜動き出さないか心配。2個目、お金が貯まります、じゃーん、ハムのお財布、なんかね、ここになんか ついてんだよね、ちょっと開けてみよう、かわいい、オープン、あ、バッグだよ、え、すごい、お財布バッグだ、一応カードとかも入るし、こっちもカード入るし、ここがおチャックになっています。これもなんか調節できる、いいね、すごいね、しっかりしてるよ、これでつけるってことだよね、こういうことだよ。最後一つがちょっとガチャガチャのカプセルに入ってるような感じ、じゃーん、なんか組み立てる系だ、家で組み立ててみよう、うん、ダッキーとほうきが入ってる、はい、組み立てたものがこちら。ちなみにお金は5500円ですね、投入しました。結構最初さ、ハムめっちゃ時間かかったから、最後の台いけるかなって思ったけど、なんとかギリギリセーフでした。超楽しかった、取れて嬉しい、すごいね、可愛い景品いっぱいあるので、今回私が遊びに来たエブリデイ取ってき屋さんに遊びに来てみてはいかがでしょうか。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。